通して下へね、はわせます。これもそうですね。はい、皆さんこんにちは、青島です。今日は、ここ、いじっていきます。この駅の側面なんですけど、やっぱりね、ダメですね。すぐ剥がれてきてしまいます。まあ当たり前ですが、ここがデコボコなので、スタイロフォーム発泡スチロール、これね、画面ではまっすぐ切れているように見えますけど、肉眼で見るとデコボコです。なので、まあ、ここに両面テープを貼って、まあ、黒いこれを貼ったところでね、もうすぐ取れてきてしまいます。まあ、なので、もうここをね、根本的に直そうと思います。はい。ということで、角材を買ってきました。なので、今日はここをですね、角材に交換する作業をしたいと思います。そうすると、まあ、せっかくこのコピー用紙に印刷したバラストの模様、せっかく貼ったのにまた一回剥がさないといけませんけれども、まあ、それはちょっと仕方がないかな。まあ、その代わり何度でもすぐ交換ができるっていうメリットもありますので、一回ちょっとね、これ両面テープで貼ったんですけど、もったいないですけど、一回剥がして作業が全部済んだら印刷して貼り直したいと思います。それからこの端っこですね、端っこ、映ってねえな。ここの部分ですね。この部分、片側だけこれにしようと思います。こういう風にね、これ、こんな感じで高架橋にします。これが見つかったんで、これ使えばなんとかここ、高架橋できるんで、この橋脚使って、こっち側だけ、向かって左側だけ、ちょっとこの見た目、これに変更したいと思います。では作業を進めていきましょう。角材カットしてきました。ではこれをこのベニヤ板に貼り付けていこうと思います。で、今回はこれ使います。両面テープでやっていきましょう。両面テープ、強力タイプです。まあ、これでとりあえずベニヤと角材を接着しまして、で、液の土台とします。まあ、強度がちょっと不安っちゃ不安ですが、もしうまくいかなかったらビスドベぐらいはするかもしれませんが、まあ、原則簡単にいくようにね、こちらの 10mm 幅、1cm 幅のね、両面テープ、強力タイプ買ってきましたので、今から接着をしていきます。はい、ということで土台完成です。これ全部ね、両面テープで貼りました。角材を、まあ、自分でノコギリで切って、で、ベニヤ板をね、両面テープで貼ったというだけのものです。はい。では次、ここやっていきましょう。ここ。最初にも言いました。これですね。こんな感じで設置していこうというふうに思っております。じゃあやっていきましょう。はい。で、ここなんですけど、せっかくなんで、ここもこれにね、ガタ橋っていうのかな、変更していきます。これに変更して、で、これここにこう2本並べて設置しようというふうに思っております。それで、変わってくるのがいろいろ配線とかいじらないといけないので、ちょっと配線いじっていきましょうか。ここにね、こういうフィーダーがここ設置してあるんで、まずこいつを移動させましょう。もう向きこうだったよな。ここに、この辺でいいかな。これ多分ここからね、通して下へね、はわせます。これもそうですね。一回外し、あ、ちょっと待てよ。わからなくなるといけないんでね、先につけておきましょう。OK。で、これも、この辺でいいかな。で、配線を通して、で、つないでおくと。OK。そうしたら、このガーター橋は、こいつを使います。ですね、ここね、ネジ穴があるんですよ、これネジ穴が。で、これ使えばネジ穴の位置がぴったりなので、固定することでガタガタしなくなります。まあ、ですが今回僕はワイドレール使うんで、まあ、このままにしておきます。で、ここにこういう風ですね。こういう風に足をつけて設置してあげれば OK です。さて次こいつか。どうするかな。これもどうしようかな。こうするか。こうして、これははまらんか。うまくいかんか。多分いけるな。よし。で、うわ、高さが足りんか、いけるか、いけるよな。ちょっとカメラの位置変えますね。はい、今ね、ここはね、1本で支えられるんで、1本で支えました。で、こことここが2本いるので、こう2本使います。で、どうしようかな。本当はね、このポッチ、見えるかな。このポッチですよ、ポッチ。これが、ちょうどね、ベニヤ板にギリギリ引っかかります。で、まあ、このベニヤ板を本当はカットしないといけないんですが、そうすると1決めが必要になってくるので、ちょっとここ考えます。先にもう一個の方取り付けましょう。ちょっとグラグラしてますけど、まあ、これはまた何か次の機会にどうするか考えましょう。で、今日はこの、要はこのね、この突起を逃がす穴を、まあ、ここに穴開けなきゃいけないんだけど、ホームの位置というか、このね、どこに開けるかって正確な位置を決めないと穴開けられないので、まずはちょっとこの段階で一回レール並べて大体の位置を決めます。まあ大体のもクソもないんだけどな、センター取ってそこからこうやっていけばいいんだけど、まあ、これちょっと慎重にやった方がいいと思うんで、それは後回しにして先にレールに並べましょう。レールとホーム並べましょう。じゃあ並べます。はい、とりあえず駅線路設置完了です。こんな感じになりました。まあいいんじゃないでしょうか。サイドの部分がちょっと木がむき出しになっているのが、まあ、気にはなりますが、あとフェンスがなくなっちゃったんでね、この間までは黒いの張ってたんで、ちょっと高さでこうもし電車がね、脱線しても落ちないようにはなってましたけど、このまま走らせるのはちょっと不安なんで、ここはまた工夫します、別の方でね。あと木のむき出しの部分も、まあ、色塗るかなんか貼るか、これもまた工夫したいと思います。とりあえずこんな感じで OK ですね。ここの部分の空白がちょっと気になりますが、これは長さを測って次までに対応しておきます。ということで、こんなもんかな、今日はとりあえず。はい。まあ、メインはここだね。ここ。今回は、この駅の土台部分、今まではスタイロフォームの上にベニヤ板を乗せてただけなんだけど、どうもしっくりこないんで、角材を使ってきちんとしました。で、ついでに、ここもね、ちょっとかっこよくしたかったんで、持っているものをなんとか駆使して、かっこよくしました。で、本当はこれがね、反対側にもあるといいんですけど、僕このセットこんだけしか持ってないので、反対側はまあ今まで通りになります。あと反対側のこう140もガーター鏡使えそうなんで、まあ、ガーター鏡使うかなって感じです。はい。ということで今日の動画はこの辺にしておきましょう。次の動画でここの処理をきれいにするのと、あと実は今、注文はしてあってまだ届いてないんですが、この橋がもう一個届きますんで、ここにね、これも長い鉄橋をもう一つ、設置してですね、レイアウトをもう少し充実させていこうかというふうに考えております。はい。では今日は以上となります。ここの部分改良しました。